国立情報研究所オープンサイエンス基盤研究センターの林正治ですジャイロクラウドウェコ3への移行に向けて先行移行の状況、本番移行について発表いたしますよろしくお願いいたします本日の発表の流れですまずこれまでの先行移行までの状況を振り返ります次に先行いただいている機関のえ状況についてお伝えしますその後、本番移行の流れについて説明します 移行仕様について特に重要と思うことをお伝えします確認機関で利用機関様に作業いただきたい内容についても説明いたしますよろしくお願いいたします現在までの移行状況を振り返ります JP コア利用機関様の多大なご協力のもと2019年9月の第1次第 1, 1期移行実験からベータテスト第2次ベータテストと4年以上近くかけて移行の,え実行移行のテストを実施してきました また2021年3月からは東京大学、信州大学、名古屋大学、お茶の水女子大学、筑波大学、北見工業大学、新潟大学、JP コア国立情報研究所の計9機関にご協力いただく形で選考移行を実施し、一橋大学、大阪商業大学にご協力いただき、選考環境提供を実施してきました。その中で移行の問題や機能の問題についてあの検証を行っていただきました。 6月からは A グループ、7月からは B グループ、8月から C グループの3グループに分けて本番移行を実施、開始しています。それではまず先行移行期間の状況の概要についてご報告いたします。先行移行の状況です。2021年の3月から開始した先行移行ですが、数多くのトラブルがありました。 先行移行期間の休期間の皆様には、多大なご協力の下でご利用いただいています。問い合わせについてはチケットベースとなりますが、これまで140件のチケットが批評されています。その内訳は、要望19件、質問45件、障害報告76件となっております。最もこの障害報告の中で多かったのが、アイテム登録、一括登録、機能周りです。 現在この76件については50件が完了し進行中のものは26件となりますこちらについても先日のアップデートで解消されていく想定でおります現時点でのそのクリティカルな問題としましては障害により発生したデータの修正があの一つ課題となっておりますこちらについては運用での手法修正手法の確立も含めて順次対応を実施していますこれまでのシステムアップデートです 先行期間への環境提供からこれまでに3回のアップデートを実施しています。5月28日にシステムアップデート、昨日の修正34件を含むシステムアップデートを実施しました。6月2 0日のデータベースシステムのメンテナンスについてはデータベースシステムの入れ替えを行っております。6月29日のシステムアップデートでは24件の修正を実施しています。 今後もシステムアップデートは続きますがより良いシステムにしていくためにご協力をお願いいたします次に本番移行について説明していきます本番移行は6月から実際の本番移行を開始しています3月にご提示したスケジュールから本番移行期間が1か月伸びております こちらについては、各休業期間を回避するためにスケジュールを伸ばして策定しております。6月から10月にかけて移行を実施するというスケジュールになっております。本番移行の概要です。本番移行は Jail Cloud e ツーの一般公開を停止し、Jail Cloud e ツーの更新停止を行います。 このジャイ r o Cloud Eco2 更新停止までにその編集中の作業を完了させてください。ジャイ r o Cloud Eco2 の環境のデータをこの更新停止以降は更新しないでください。その次に IRDB のハーベストの停止が発生します。以降はこの Jairo Cloud Eco3 の切り替えまでハーベストが停止されることになります。 次に JIL クラウドエ c o 3の確認期間に入ります。こちらはあの第2次ベータテストと同じように JIL クラウドエ c o 3の環境が非公開状態で提供されます。こちらにアクセスいただき、コンテンツやページ等のご確認、ご調整をお願いいたします。次に JIL クラウド切り替え期間です。こちらにつきましては JIL クラウドエ c o 2からと JIL クラウドエ c o 3どちらも非公開状態となります。 またこの切り替え期間以降は j y r o Cloud Eco2 の環境へはアクセスできません。切り替え完了後、j y r o Cloud Eco3 が公開状態になります。切り替え期間は j y r o Cloud が停止しますので、期間内での情報共有やリポジトリ利用者向けのサービス停止のアナウンスをお願いいたします。 また、独自ドメイン利用機関や CNR ハンドル利用機関様には、この機関に別途作業がございますので、こちらのご対応もよろしくお願いいたします。切り替え期間後、JAIL Cloud Eco3 の環境提供が開始されます。JAIL Cloud Eco3 の一般公開受付開始も切り替え後となります。その後、IRDB のハーベストが再開されます。 またその後ですが、切り替え後ですが、統計データのサブ移行期間が発生します。こちらにつきましては、あの確認期間、JAIL クラウドエコ3の確認期間中のジャイ l クラウドエコ2での,そのアクセス統計、統計データの移行をあのこの期間をかきて、切り替え後に行います。特に操作等には制限ございません。 本番以降での注意事項となりますジャイルクラウドエコ2の一般公開受付停止期間がそれぞれの場合グループまた独自ドメイン利用期間で異なりますまた先ほども申しましたがジャイルクラウドエコ2の更新停止までに編集中の作業を完了してください ジャイロクラウドエコ3の一般公開受付開始は、ジャイロクラウドエコ3環境提供後からの受付開始となります。各グループ内の一般公開受付開始日、各グループの移行スケジュールをご確認ください。 ジャイルクラウド移行通更新停止期間の時点で非公開となっている環境についてはジャイルクラウド環境提供切り替え後の提供においても非公開の環境として提供いたします手続きやシステムの都合上環境提供時の一般公開を行いませんのでご了承くださいまたジャイルクラウド移行通更新停止期間の時点でいっぱい公開となっている環境につきましては ジャイロクラウドエコ3切り替え後の環境提供時においても一般公開の環境として提供いたしますこちらについても非公開としての環境提供を行いませんのでご了承ください各グループの、えっと、詳細なスケジュールとなります A グループ238あのここのグループに入っております ジャイロクラウドエコー更新停止は6月1日の19時から始まっており、翌6月2日には IRDB のハーベストが停止されております。ジャイロクラウドエコツーの確認期間は来週7月13日火曜日から7月30日金曜日まで19時となっております。その後、ジャイロクラウド切り替え期間が発生します。こちらについた8月1日から8月5日の間に停止を 停止をし、JAIL クラウド ECO2 と ECO3 を停止し、切り替え作業を行います。JAIL クラウド ECO3 の環境提供は2000日に8月6日からとなります。実際にはこの JAIL クラウド事務局から環境提供連絡がございますので、その時点からあのご利用を開始していただければと思います。IRDB のハーベスト再開は2000日8月6日。統計データのサブインコー期間。 このか確認期間中の差分、えー、統計データについてですがこちら8月5日から順次対応をしていく予定です B グループです B グループは334機関含まれていますこちらについてはソンジャイルクラウドの更新停止については7月6日19時から停止が行われています IDB のハーベスト停止は7月7日になります ジャイロクラウドエコ3の確認期間は8月25日から2021年9月10日金曜日の19時までとなっておりますジャイロクラウド切り替え期間は2021年9月13日から2021年9月16日までこの間にジャイロクラウドウエコ2ウエコ3が停止し切り替えが行われますジャイロクラウドウエコ3の環境提期は2021年9月17日からとなります RDB ハーベスト再開は2001年9月17日、統計出たサブインク期間は2002年9月16日からとなっております。C グループです。C グループは39期間、このグループに含まれております。JIR c クラウド一般公開受付停止が2002年7月30日となっております。JIR c クラウドエコー更新停止は8月24日19時となっております。 ここまでに編集作業を終了するようにお願いいたします。i d b ハーベスト停止は8月25日。ここから JIR Cloud e c o 2から e c o 3のデータ変換作業が始まります。JIR Cloud e c o 3の確認期間は9月27日から10月15日19時となっております。JIR Cloud 切り替え期間は10月18日から10月21日。 JR クラウドエコ3の環境提供は2 0 2 1年10月22日からとなっております。i d b ハーベスト再開も2 0 2 1年10月22日から実施されます。統計データの差分移行期間は2 0 2 1年10月21日からとなっております。それでは移行仕様について確認していきます。 これまでご説明した移行仕様から大きく変更はございません。まずは本番移行関連ドキュメントについてですが、こちら JP コアのウェブサイト、各種資料、次期 JIL クラウド移行ー本番移行資料からダウンロードいただけます。情報は常にアップデートされますので、ご確認の方とよろしくお願いいたします。関連ドキュメントとしては、 こちらに挙げられているドキュメントがあります実施要領こちらは移行環境へのログイン問い合わせ方法等の重要事項が記載されておりますので必ず目を通すようにしてくださいお願いいたしますまた移行スケジュールこちらはその移行のスケジュールでグループごとのスケジュールとスケジュールに関する注意事項がまとめてありますのでこちらも併せてご覧ください 移行グループにつきましてはこの資料には確認期間中の URL 本番切り替え後の URL がグループごとにまとめられています。こちらもご確認ください。確認チェックリスト、こちらについては本番以降に向けてそして本番移行中の確認期間切り替え後の必要な作業をチェックリストとして用意しております。こちらもあのご確認の際ご確認いただくようお願いいたします。 移行仕様については、この移行仕様の詳細について記載されています。より詳細な内容をご覧いただきたい、ご確認いただきたい場合は、こちらをご参照ください。アイテムタイプのマッピング表、こちらはその r a c l クラウドエコ2のプロパティが r a c l クラウドエコ3どのように変換されているかを示した表となっております。エラーウ言うワーニングアイテム一覧については、この移行実施後、 えっと提示ご提示することになります移行アイテムのリストとなります確認作業にご役ご役に立てていただければと思います移行仕様ですこちらについては基本方針は大きくえっ、ー、と変更はございません基本的にはこの本番移行先ほどのアイテムマッピング表を元にえっ、ー、と変換が行われます。 入力タイプエコ、ECO, JIRE Cloud e c 2の入力タイプ属性と JUNY2 のマッピングの組み合わせをキーにエコスリ3において、ジャイ e クラウドエコ c o 3について移行先となるメタデータ項目のプロパティを定めています。エコスリ3のプロパティは j p コアスキーマバージョン1.02に準拠しております。項目名、ジャイロクラウドエコ c o 2の項目形多言語設定オプションはそのまま移行されます。 JR クラブ移行2で複数のメタデータ項目について移行先のメタデータ項目で複数の同じプロパティが適用される場合でもその原則項目の統合は行われません別の項目として移行されます一部のその統合される項目としてはタイトルタイトル A キーワードキーワード A 著者著者 A 研究代賞研究代賞 A というものは統合されます 項目名多言語設定オプション以降はツールで新たに設定されます。また、著者や研究代表者の統合では、ウェコの著者 ID をキーに、えー、と実施しています。アイテムタイムの移行仕様についてです。アイテムタイプの、えー、とバージョン管理機能を無効にしています。こちらは非常に大きくの、えー、と問題を引き起こしていたためにあのバージョン機能を無効にしております。 移行アイテムタイプはバージョン1として移行されますまた削除済みアイテムタイプおよびそれに紐づくアイテムは移行されませんこちらについてはあのご注意をお願いいたしますまたあのデフォルトアイテムタイプとしてデフォルトアイテムタイプフルとデフォルトアイテムタイプシンプルがあの提供されます j p コアスキーマーをベースにしたすべての研究データも含むメタデータ、技術要素に対応したフル版と、論文やこれまでの JIL クラウドで対象としてきた論文等のスキーマあのセットを用意したデフォルトアイテムタイプシンプルが適用されます。ハウエスト用のデフォルトアイテムタイプの適用後日を予定しています。 コンテンツファイル、こちらについては移行しように大きな変更点はありません。マッピング OIPMH、こちらは j p コアスキーはバージョン1.02での OIPMH 出力となります。インデックスについては移行ができていませんでした。オンラインア ISS の雑誌情報の移行に対応しております。モジュールです。モジュール内のファイルについて、特に画像ファイルがベース64コードで移行されています。 いますがあの本番以降ではファイルとして移行されています著者 DB についてですが GyroCloud エコ2のエコ著者 ID がエコ3でも著者 ID として利用されます URL の変換仕様です GyroCloud 内にある時期間の URL が変更対象となりますまた時期間の URL であっても 移行使用外のパターンについては期待通りの変換が行われない場合がありますどういったケースがその対,応あの対象となるかといいますと index.php というあのファイル名が含まれている場合あのうまく変換されないということがございますとリダイレクト期間こちらにつきましては JAIL Cloud Eco2 のアイテム詳細画面本文ファイルの URL については2022年 23年3月31日までとなっております。Y ハンドルのリダイレクト期間は2025年3月31日と設定させていただいています。確認チェックリストについてです。今回のそのジャイロクラウドエコスリーへの移行対象期間様においては、こちらの本番移行確認チェックリストをもとに 確認調整等のの作業をお願いいたしますこの、えー、と確認チェックリストには事前作業から環境提供後までの重要な項目があのまとめられております。抜粋して見ていきます。チャイルクラウド更新停止までの,、えー、の必要な作業としていくつかあの注意確認ポイントがございます。 特にこの子で重要なものは登録作業中のデータについては移行されませんので必ず登録を作業を完了してくださいまた JIL クラウド ECO3 のこの確認期間中ですこちらのアイテムタイプの移行についてですが基本的に JIL クラウド ECO3 では 移行直後の ECO3 ではタイトルが言語必須となっておりますこちらについて必要に応じて ECO3 でのサブプロパティの必須設定を変更していただくようお願いいたしますまたこのチェックリストについては改定が行われている場合がございますので適宜その最新版をご参照いただくようお願いいたします ャイルクラウド確認期間中のアイテムについてです。こちらについてですが、その必要に応じてアイテムのメタデータを修正していただく必要がございます。基本的には機械的な処理で、えっと、移行を行っていますが、いくつか限界がありまして、そちらについてはあの対応をお願いしております。 値が未設定の状態のまま移行されているサブプロテパティが多数存在する場合がございます言語であったりスキーマ情報語彙の URL であったり u r l やタイプ識別といったサブプロティが存在しますこちらについては必要に応じてデータ修正をお願いいたしますまた あのこれらの中にデ IRDB のハーベストで必須項目チェックを行われている場合があり、そちらについての対応もお願いいたします。大きな影響がありそうなものとして、博士論文の全文を登録している場合、ファイル情報のオブジェクトタイプに必ずフルテキストを設定するようにお願いいたします。確認期間中のインデックスについてです。 基本的にインデックスに所属しているアイテムはそのまま移行されますが、まれにインデックスに所属してないアイテムというのが JAIL クラウドエコツに存在します。そういったものについては JAIL クラウドエコーで削除済みインデックスというものを作成し、そちらにその、という非公開インデックスですね、というものを作成し、そちらにアイテムを所属しています。必要に応じてあのインデックスに移動する。 または削除ということをお願いいたします。画面デザインについてです。こちらも何度かお伝えしていることとなりますが、日本画面と日本語画面と英語画面の統合が必要となります。こちらについてはあのご協力よろしくお願いいたします。また、ウェジェット内に記述されたハインパーリンク等の、えっと、確認作業がございます。 こちらもあの実際にどうなリンク切れがないかというチェックはお願いいたします。ヤルクラウドのえこすりの確認機関として、I R T V のハーベストがあの切り替え後にハーベストが実施されます。でその必要に応じてハーベスト公開の制限を行ってください。 今回のデータ移行では必ず初回の、えっと、ハーベストが全機関、全アイテムを対象としたハーベストとなります。JIL クラウドエコスリー切り替え機関の、えっと、注意点です。特に独自ドメイン利用機関のご利用の皆様におきましては、機関内の DNS サーバー 期間内この切り替え期間内に DNS サーバーの担当者に新サーバーに切り替えていただくよう作業を依頼していただければと思いますまた CNI ハンドル利用機関様においては CNI にサイトバンドルを送っていただきますがこの切り替え期間中にこの CNI のハンドルの切り替えを行えるようにご協力をお願いいたします 環境を提供後は CNR ハンドルの状況やこの URL のリダイレクト等の確認をお願いいたしますまた j イ r クラウドエコスリー環境を提供後になりますがこの j ャイ c クラウドログインプロキシーサービスを利用されている期間はこちらのログインの確認もお願いいたします本番以降は 6月から開始されており、現在、まさにあの A グループの移行作業中となります。全期間の移行完了は10月となり、長期間の移行作業となりますが、利用機関の皆様には何卒ご協力のほどよろしくお願いいたします。また、最後となりますが、JAL 駆動 ECO3 の移行に関わる多くの不具合について、あの状況をご報告いたします。 先行機関、先行環境提供機関の皆様、また利用機関の皆様、JR コード、e c コ3の移行に関わる不具合等について多大なご迷惑とご心配をおかけしており、大変申し訳ありません。不具合な原因については、様々な原因が考えられますが、各種のテストが十分でなかったことが主な原因と考えております。こちらにつきましては、今後のその内部の体制強化も視野に入れながら、より多角的なテストの実施を努めて、 できるだけあの品質の良いあの環境システムを提供していきたいと考えております。引き続きのご協力をよろしくお願いいたします。発表は以上となります。ご静聴ありがとうございました。